今日は東京ビッグサイトに来てます。サービス産業とかですね、あとは不動産関係とか、ありとあらゆるサービス関係の日本一っていうか、それが今日あっております。これはですね、造花とかをですね販売している会社ですね。これは LED パネルボードで、映るように、4600円って書いてますね。なかなか映りますかね。ちょっと綺麗にLED でですね、色が変わるようになっております。値段的にはね、こんな感じですね。で、奥の方もありますね。今はこんな感じでね、できるみたいですよ。こちらはディスプレイですね。こんな感じです。これは造花関係の、会社の作りになってますね。和光造花製作所というところですね。なかなか綺麗な花があります。本物に見えますけど、これ造花らしいんですよ、ね、なかなかよく作ってあるので本物みたいですよね。これ全て造花です。クリスマスリースもありますね。こんな感じで、あ、サボテンもある。造花製作所です。あ、ヤシもありますね。ヤシも見てみましょうか。ちょっとフェニックスパーム5万1100円って書いてます。そうですね、本当にこう見た感じではね、ちょっと本物に見えてしまうという感じです。で、ここは人気でですね、冷凍食品のケーキとかいろんなものが売っております。で、これ毎年ですね、これ試食ができるんですよ。で、いろんなケーキがありまして、ちょっとね、見えますかね。ちょっとね、ケーキなんかありますよ。またやってるマレーシアカレー、マレーシアカレーっていうのがありますね。これはビーフカレー、多分レトルトとかですね、そういった感じなんですよね。ね、まあ、これ千房ってお好み焼きのメーカーですよね、会社。それが冷凍食品としてね、いかがですかっていうことで宣伝しております。これはね、いろんなカレーがありますね。日東っていう会社ですね。試食はさっきあったんですけど、これなかなか美味しかったですよ。ビーフハンバーグ、こんな風に見本市でやっております。全部試食できるんですよ、こうね、こんな感じで。コーラとかですね、これも全部もうタダで飲食できるんですよ、これね。コーヒーマシンですね、こっちは。すいません。でね、先ほどケーキがあったんですけど、冷凍のね、ホイップのクリームがあったんですけど、このカタログはですね、ちょっとありませんでした。こんな感じです。これ全部冷凍食品のやつなんですよね、これ。味も美味しかったです、これね。ワンホール冷凍しておりまして、それを解凍して2、3時間で食べるらしいです。で、これはアイスクリームですね、女子会にということで。もう、これはアロマ関係ですね。たくさんのアロマがあって、塩とかですね、こんな風にブレンドして使ってますね。
ここはちょっと。ああ、そうなんですか。そうです。バスタブはいらないと、はい、そのままガウン代わりに使うんですね、多分ね。こんな感じで塩とかアロマとかいろんなものがありました。お風呂なんかにも入れるんですよね、多分ね。ここはですね、松島っていう有名なあのシャンプーとかですね、そういったお風呂用品とか、香りであるとかそういうののメーカーです。それがショールームを設けてですね、小分けにしたやつもありますし、でっかいボトルに入ったシャンプーとかリンスとか化粧品とかですね、そういうのが売っております。これ日本酒ですので、今日は販売してるってことはないんですけど、なかなかね、大きい有名な会社なんですよ、ね、ここは住宅メーカーでも有名なタカラスタンダード、ね、これこの住宅施設のトイレとかですね、洗面所、お風呂とかね、こういったなかなかね、頭からこうシャワーが降りてくるやつですね。これはもうプラスチックでガラスで覆うんでしょうか。ちゃんとなんか水準ですね。こういったものが展示しております。三菱電機ですね。それの 4K レーザー液晶テレビが出てますね。三菱電機がですね、4K レーザー液晶テレビ、毎年ですね、最新の新しい液晶をですね、展示しております。こちらもですね、肉眼で見るとものすごく綺麗なんですよ。これがね、僕のカメラではよく映らないですけど、元はものすごく綺麗です。 4K 対応レーザー液晶テレビです。三菱電機のブースでした。大室さんのブースです。大室って有名ですよね、医療機器から体温計からいろいろありますけど、これはですね、顔認証システムとかですね、あとは、心センシングっていうなんか、顔とあれでなんか気分が分かるんでしょうかね。そういったもの、デジタルサイネージとかいろいろあります。ここはですね、小川沢原さんっていう会社のバスルームユニットをですね、特注で作ってる会社のブースです。わかりますかね、これシャワーが頭からあるんですよ。これも大きさに合わせてですね、全部オーダーで作ってくれるらしいです。ちょっとね、あまりにも大きくて内側から映したんですけど、写真を見たらわかるかな。いろんなこういった洗面所とかね、そういうのがあります。中からなのでちょっとね、あまりこう広さが伝わらないでしょうけど、もうかなりこう畳2畳近くありますね、このお風呂は。小笠原さんのブースでした。こちらはですね、トリリオンさんという会社のブースで、温浴ビジネスの会社ですね。でこれずっと煙みたいなのが出てるんですよ。これミストらしいんですよ。先ほど手で、ちょっと触ったんですけど、ちょっとあったかい感じですかね、まあ、40度いかないぐらいの温浴ミストが出てきまして、それにこれ靴の形をしてるみたいな、靴下みたいな形の、壺なんですよね。でそこに今煙が出てるところに女性が入って座るらしいんですよ。そして腰浴、半身浴をして、半身浴の上からこのミストが出てくるっていう形になりますね。すごくこんな感じです。あ、待って。あ、そう。こちらはどちらかというと高温の部類に入るブースですね。サウナになるんですけど、多分温度はですね、60度ぐらい、ちょうど60度ぐらいになってますね。普通は80度から100度ぐらいになるんですけど、あ、今温度計がありまして51度ぐらいになってます。こっちが熱源になりますね。それの、サウナユニット、これの販売の会社です。ちょっとね、引かないと全部が見れないですけど、ね、屋外にサウナを設置するっていうユニットタイプのサウナになりますね。こういった小物類もあります。